よっしゃ行きましょう。とりあえず奥へ奥へ進んでいこうかなとは思ってはいるんですが、ただやっぱ前回の動画でですね、ちょっとね敵強かったからね、まあなかなか今回は進展っていうところではあまり期待できないかもしれない。まあ行けるところまでってダメだったら戻るっていう形ですよね。骸骨虫もこれ2回で落としたいな、できればな。 OK、 3手だとちょっとまずいですよね。あれこっちだったっけか。あや違うな、ルート間違えたかな。海馬行きます。基本だからこの3体とか出てきたら火炎まで、うわーマジか、2体落とせなかったということもあるんですけどね。オッケー、まあまあこのヘビーガルは一撃で落とせるからまあいいんだけど。オッケー、まあ、なかなかでもね稼ぎ頭というか、わーこれ火炎魔使いたくない。一体で火炎魔は使いたくないだけど、火炎魔当たれば一撃で落とせるっていう。こっちじゃなかったっけ、あれ違ったっけか。いやいいんだよね、こっちだよね。ここ強いんですよ、強いんです。あ間違えたけど、まあいいか、間違えたけど、この3体はね割と経験値をね結構くれるんですよね。さあ当たってくれ。うわー、ちょっとでも、オッケーオッケー、2手落とせば、まあ、まあ、御の字よ。はい、オッケー。ただ、調理器の消耗も激しいんです。こういう戦い方をすると。さあ、どうかな。アイスファイヤーだったら、まだよし。まだよし。前もちょっと強い敵出てきてたよね。アイスファイヤーはまあまだ大丈夫なんですが、はい、オッケー。ああこいつこいつ、雪見アイス、これが強かったよ。ララバイとかで寝ないかな、どうすか。ああ寝た、ああ効かないやつもいるな、効かないやつもいるけど、ただこれララバイ打って火炎魔打つってなると結構だるくないですか。調理器持ってかれるんすよねこれ。火炎魔2回打たなきゃ倒しきれないっしょこれ。これあれかな、それとも逃げた感じからいくと結構美味しい系、あー起きた起きた起きた、結構美味しい系の敵なんかな。経験値とかお金とかそうでもないかな、どうでしょうかね。あー美味しいわ、めちゃくちゃ美味しいわ。あーなるほどね、こいつ倒してちょっとレベル上げてくださいね、なんかな。あホスピル、ホスピル覚えたわ。オッケーオッケーオッケー、まあちょっとこれで計算はできるようになった。ベームカッター、ああやっぱそっか、やっぱこの程度の敵が出てくるんだ、いいんだいいんだ多分。ただ時たまああいうちょっと稼げる敵が出てくるっていう、そうでもないクレバス、そうでもないか。これ一撃でいけないかな、火炎までどうですかね。あーオッケーオッケーオッケー、いけるいけるいける、これはまあ普通に経験値もらえるかなぐらい。あだよね、オッケーオッケー。雪見アイスがやっぱこれこれこれ、こいつがやっぱ稼ぎ頭なんですね。いやーでもこいつに火炎魔2発当てないと勝てないからちょっと厳しいよね。ちょっと攻撃強めなのよこいつ。ただ
先手は取ったから取れるから、これで当たらん、当たれば勝てる、全部当たれば。それと同時に調理器がちょっともうガラガラになりつつある、息切れしてる状態。 OK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 、 いいね、675、やっぱりこれ稼げるわ。ちなみに今の経験値ってどのぐらい？1034。あー、いや、もうだってこれだったらやっぱすぐ上がるもんね、レベル。あー、なるほどね。いやー、ちょっと待って、これわかった。うん、まあまあまあ、だいたいだいたいわかったわ、だいたいわかったんだけど、でもやっぱね、なんだっけ、雪見大福じゃねえや、なんだっけ、雪見アイスだっけ、あいつ出てきたら、いやでもやっぱ倒したいよね。いや、火炎間2発撃つ、そういう戦い方してたらあっという間にここ調理器なくなっちゃう気がするけど、しばらくちょっとレベル上げればいいのかな、2つ3つ上げてから先進んでくださいのとこなのかもしれない。ちょっとマクロな視点でアイスハーブ、いやー、なかなか突破させてくんねえな、ここ。敵がすごくて、いや、ちょっとさ、歩いてるところの音楽もうちょっと聞かせてくれよって感じだよね。いやー、この辺もまあ普通に殴って倒せるんでしょうね。ダメージはそんなひどくないから、ただこいつら相手にするのはちょっとだるいので、5体ですよね、これちょっと相手にするのだるいから、とりあえず出て次の町行きたいっすね。次の町ダメだったら戻りんで戻りますけど、できればもう次の町行って装備品整えてっていう形がいいかな。カニモンス、まあまあまあ、この辺もあんまり出てる感じの敵としてはあんま変わってないけど、ただちょっと数多くないですか。一応待って待って、一応回復しとくか。アイスハーブも多分回復なんかな。なんか見えてきたんじゃない、下の方に。また岩だ。行き止まりなんかな。やっぱあれぶっ壊さなきゃダメな、卵みたいなやつ、あれ岩なんだね。あれぶっ壊さなきゃダメなんじゃないっぽいね。ルート的にやっぱあれに当たるな。多分そうだよね。いやーだよね。なんかこのエンカウント、本当になんとかしてくれ。ザストレスですよね。ストレスクエストですわこれ。あー、やっぱこれに当たるんだ。おあー、ダメか。だからこれぶっ壊さなきゃダメなんだよね、多分ね。で、あれ壊せばなんか街みたいなのあるんじゃない？なんかシェルターみたいなのなんか立ってるけど。そっかー。でもね、ここに、このね、ここで道塞がれてるってことは、この前で何かやっぱやらなきゃいけないっていうことは、もうこれ確定ですわ。ね。ただ、ここ来たとて、どうこうないんだよな。わかんないな。なんかそのさ、なんだったっけ、あの岩壊す玉助くんのね、研究なんか手伝うのにアイテム持ってきてとかさ、なんかそういうのもないしな。
えってことはやっぱもっと前段階でなんかやんなきゃいけないことあんのかな。それすっ飛ばしてここに来ちゃったっていう感じなんか。ぶっ飛び山、そうそうそう、なんかな、どうなんだろうな。駒物屋、結局ここもね、お決まりのアイテムしか売ってないし、なんともね、これ文具屋でしょ。でラッキーちゃんがどうこうって言ってたけど、ラッキーちゃんいないもんね。カマスケぶっ飛び玉研究してるし、失敗だから、なんかこれ成功させなきゃダメなんでしょうね。で、これが、おおおお、なに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 、なんとアザラシ娘がアザラシババになった。見られたか、これがラッキーの素顔じゃ。みんなをからかって遊んでた。あ、なるほど、これ何回か出入りしなきゃダメだったんだ。1回目がラッキーちゃんで、2回目がラッキーね、あのなんかおばばでね、アザラシおばばで、で3回目入ったら、そっか、変身したところをこう見られたみたいな。でも飽きたから、わしもサーモスタ島に行こう。わしのぶっ飛び弾が役に立つだろう。なるほど、怖いあー、で、じゃあまあ よかったんだね、これは。これでとりあえず、ラッキーちゃんなのか何なのかよくわかんないけど、キリキリとダブ、オッケー。まあそういうことでしたわ。はい、そういうことでした。ということで、玉助くんぶっ飛び玉の研究、まあ玉助からなんかもらうのかなと思ってたけど、違ったみたいだね、これね。わかりました、これで進めるわけだな。ちょっとじゃあ装備品、せっかくお金あるから、ラッキーさん装備できない。そんなの、まじないの服は、あー17、 OK。 ラッキーちゃんっていうのもちょっとあれだよね。ラッキー先輩って呼ばなきゃダメなんじゃない。杖とか装備できんの。あー、いけるんだ。ってことはさ、これさ、もう一人仲間なるな、これ。つらら使いが仲間なるぜ、これ。まだもう一人。いや、でもこうやって見ると可愛いね。ペンギンとアザラシのパーティーっていうね。いや、君たちの憧れているラッキーちゃんはね、いなかったという話ですよね。まあいいでしょう、行きましょう。よっしゃ、じゃあとりあえず、そうっすね、岩壊しに行ってみよっか。道具なんかな、ぶっ飛び玉。これ多分何回使っても壊れないよね、多分ね、これ多分と思うんだけど。いやー、ちょっと待って、ラッキーさん狙われるね、結構狙われるね。ちょっと待って、ダメだわこれ、防御してないと。まあ、すぐレベル上がってくれりゃ、あ、間違った、連打しちゃった。連打しちゃったけど、まあ大丈夫。すぐレベル追いついてくれればいいんですが、まあ、基本防御しながらじゃないとダメだな、これ。火炎魔使うか。キリキリ、ダブって何だったっけ？なんかバフか状態上回復なんでしょうね。いやー、戦いたくない、こいつは戦いたくない。あ、違う、こっちじゃないな、こっちじゃなくない。
よし。アイスミン、オッケー。あれ、こっち、あれ、どうだったっけ？こっちじゃないよな。いや、ダメだ。こっちじゃない。なかなか大変ですね、これね。多分このペンギンが仲間になると思うんですよね、10兵衛の仲間になると思うから、まあ最悪ラッキー。あ、やべ、間違った。戦いたくないんだけど。あ、オッケーオッケー、一撃でいけたわ。ラッキーは最悪育てなくてもみたいなのはちょっと考えてました。いや、でもボス戦とか絶対あるからね。やっぱある程度育てないとダメかな。なあ、効かなかったか。まあまあまあいいでしょう。はい、ナイス、オッケー。16の46コルド、ラッキーレベルアップ、オッケー。さあ、ホスピル、オッケーオッケーオッケー。両方ホスピル覚えたね。オッケーじゃない。まあちょっと稼ぎ作業してもいいですけどね。このラッキー先輩、ちょっとラッキーパイセンレベルアップね、させるためにもっていう感じで、まあとりあえず装備品は今ちゃんとしてるから、レベルさえ育てばそれなりに耐久度は上がってくると思うんですけど、いやーすげえな、本当にもう何とも言えねえな、このエンカウント。いや、一撃で落としたい。はい、オッケー、アザース、早く10兵衛パート戻りてえわ。二段切り使いてえもんな。こっちじゃないな、また間違った。これ本当にさ、これだけのエンカウントだとさ、1回の道の間違いがさ、致命的になっちゃうよね。それで戻るだけでもまた一苦労っていうか。まあ、それはしょうがないんですけど。うわー、まあ2体だったら火炎まで。あ、また間違った。防御しようと思ったんだけど。そうそう、この効かなかった時のために危ない。あー、そっち行ったけど助かった。大丈夫だ。8だったらまあ大丈夫か。はい、オッケー、ナイス。ちょっと回復させようぜ。よーし、最高。この洞窟だよね、この洞窟。なんか岩が転がってたから、あれ、ぶっ飛び玉でぶっ飛ばせば何かあんのかなっていう、何かあんのかなとは思うんだけど、実際はどうなんでしょうか。はい、ナイス。いやー、でもやっぱまだね、弱いとはいえもう一人いることのこのね、嬉しさと言いますか、心強さと言いますか、そういうのはあるよね。よし、ラッキー先輩がホスピルを覚えたことによってね、ペンギンがさ、ペンタさんがもう調理器使い切ってもいいわけですよ。最悪ね、最悪使い切っても、まあヒーラーとしてラッキーパイセン使えると、ラッキー先輩を使えるということで。いや、勝って、かた、いや、硬くはない、硬くはないけど HP 高いなこいつ。いやー、55ってよ、やばいっす、やばいっす、やばいっす、これやぶねー。ちょっとやつはちょっとワンランク違うな。急
90… あ、違う違う違う、うわー、もう今のよ、今のもう完全に操作冷めた、これね、この鬼エンカウントやられております。2体、2人で1体落とせば OK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 、 よし、これ1人だったら4ターンかかるわけですよ。だけど2人になることによってね、2ターンで済むという。骸骨の島いけんじゃねえかこれ。あー、ダメか、こいつも結構火力高いからな。まあまあ、でも2ターンでいけた。おい、これだよね。これちょっとぶっ飛び玉使ってみようか。ぶっ飛び玉、え、ああ、いた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 。ちょっと時間差がありすぎるね。誰だお前は。私は誰、知らんがな。誰だ、なんだ爪は。記憶をなくしたみたいだな。あんたについてっていい、今から生まれたからガンちゃんと呼んでほしいな。ガンちゃんが仲間に加わった。いいね、3代目 J ソウルガンちゃん、いいね。もう一気になんか仲間2人ね増えていい感じじゃない。攻撃55、守備20。いや、もうザ物理キャラなんじゃねえのこいつ、もしかしてね。え、多分たなんかそれ臭いよな。オッケーオッケー、これがあれなんかつらら使いなんかな、ちょっとわかりませんけど。まあでも3人になったことによってね、これでだいぶ楽よ。だいぶ難易度下がった。オッケー、3つの力をね、3つの力を合わせてシャドウマスク、もう以前の俺たちじゃないぜ。ガンちゃんがもうこっちね、こっちはもうガンちゃんいるからめちゃくちゃ強えぞ。ガンちゃん、ガンちゃんだって俺じゃない、装備ねえ持ってない状態、まあもしかしたら己の肉体を武器にしてるのかもしれないけど、こいつはいいや、こいつはめんどくせえから、こいつはめんどくせえからいらないっす。いやー、まあまあ骸骨虫、こいつはもう行こう。3つの力が混ざり合う。いやー、ちょっとガンちゃん動き遅えな。ガンちゃんちょっと、まあまあまあ、でもこれだけの火力持ってるからね、まあその辺は致し方ないのかな。オッケー。いや、これガンちゃんあれだよね、装備ちゃんと持った日にはだよね、持った日にはどうなっちゃうのっていう感じだよこれ。オッケー、14、バーって外した。お前も三振王か、当たればでかいけど、まあ外すっていう、まあまあまあいいでしょう。それでもやっぱりね、3人いれば本当にね心強いからね。はい、ナイス、いいね、オッケーオッケー。もう骸骨虫あれだな、これで一旦で落とせるわ。ただ今のところ骸骨虫1体しか出てきてないけど、これ進んでいけばまたね2体3体ってこう出てくるのかなーっていう感じ。ちょっと戻りんすか、戻りん。はい、やざーっす。オッケー、ちょっとあの武器屋見に行こう。これでじゃあ先進んでいけばいいんだべ、多分そういうことだよね。つらら使えるかお前。あー、いける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 、18も上がる、いいじゃんいいじゃん。セメントダイン、まあこれガンちゃんだな、もう絶対。よし、オッケーオッケーオッケー。これでステータスもだいぶ上がったんじゃない。ペンギン、ペンタ、
ペンタ、ベンタじゃないの、ペンタだよね、これね。49、54、うん、55、70、49、54ね。で、ラッキー先輩、やっぱちょっとババアなだけあってちょっと守りが薄いもんだ。まあ今のところレベルではガンちゃんよりも高いから守備ちょっと高いかなって感じだけど、まあまあ隊列とりあえずこれでいいとして、戻りにちょっと1個持っとこう。解体戻りん、はい。あとアイスミン、これ買えるだけ買っとくか、一応ね。せっかくさ、これ3人になったから、この3人のさ持ち物枠をもう存分に使って、存分にね。まあ、ただちょっとお金かかるけど、はいはい。でもね、次の街行ったらこのアイスミンのなんか上位互換的なアイテムが売られてる可能性もまああります。ちょっと待って、ガンちゃん荷物持ちだよ、ガンちゃん。まずお前は荷物持ちからやれ。はい。はい、ガンちゃん。これ、今、ガンちゃん装備品整えてあげてさ、果たしてどのくらいの火力が出るかだよね。まだいける？あ、オッケーオッケー。ちょっと一回試し打ちしてこよっか。ガンちゃんの試し打ち。はい。これだけの鬼炎化だったらもう試し打ちとかも多分もうすぐできるよね、これね。出たな、ベムカッター。守る。さあどうだ、ガンちゃんいけ。いやー強え。ペンタの倍のダメージ出たんじゃない、すげえな、お前すげえな。よしよし、もう心強い味方がね加わったから、これでもうガンガン進んでいこう。まあ、この鬼エンカウントは相変わらずだけども、よっしゃ、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。まあフィールドマップ的にはねちょっと進んでないけど、まあそれでも仲間も増えましたし、いい感じなんじゃないでしょうか。はい、というわけで次回お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。